はいどうも、今回はこちらタミヤのフィアットのチンクテント、これをやっていきたいと思います。これね、個人的にめっちゃ再販待ってたんですよ。だからまだかな、まだかなって思ってましたが、ようやく出ました。じゃあね、これやっていきたいと思います。では見ていきましょう。本当はね、まあ、黄色で作るつもりでいるんですけど、あの人の仕様にしたかったんですよ。あの作品のあの人仕様にしたかったんですけど、エンジンの部分の再現がね、ちっちゃい。あとね、ストーリーが進むにつれてボロくなるんですよね。で、ボロくならない状態でってやろうとすると、上にこう、寝袋だとか荷物作らなきゃいけなかったりとかするし、追いかけっこしてる時のところだと、エンジンの再現しなきゃいけないし、ということで、黄色で作ります。結構ね、タミヤのね、ミニを見た後だと、ちっこい車なんだけど、そんなギッチギチな感じではないんですよね。だからまあもちろん再現は、まあエンジン再現はあったりとかするんですけども、まだいけるんじゃない。ホロは開けた状態、これか、開けた状態と閉じた状態とのね、2パターン入ってますね。まあ差し替えというか、これはどうなんだろう、まだ説明書しっかり見てないんだけど、そんなにあれでもないかなってことも思いますが、今回はこのメッキパーツのね、メッキのまんまでいこうかなっていうふうに思ってます。で、ゲート跡のところは、まあガンダムマーカーのね、メッキシルバー、これでね、ちょっとタッチアップしていくような、そんな感じでやっていこうと思っています。クリアパーツは今回は色入れないでいこうかなと思ってます。テールランプの塗り分けがちょっと大変そうかな、ちっこいんでね、どうしてもね、仕方がないところではありますけど。あ、内ばめなんだ。ウィンドウモールはこっちの方にね、成形されてますね。タイヤも細いね。これどんなもんの太さなんだろう、実写換算でね。実写見たことはあるけど、触ったことはないです。まじまじと見たことも多分ないんじゃないかな。で、デカールとメタルイネット。こういう風にね、今回の再販部分のはね、このね、イタリア国旗をイメージするような、この緑、白、赤のラインが入ったりだとか、こういう赤のラインとかあったりとかしますが、まあ、この辺は貼らずにいきます。で、メタルイネットのね、フィアット、チンクチェントと、何これ？ノーバか。ノーバ、チンクチェントだっけ？これ、なんかあったと思うけど、しっかり覚えてない。で、マスクシールもついてます。とまあね、こんな感じの構成になるんで、まあね、順番にやっていこうかなっていうふうに思います。1ヶ月以上放置してました。そろそろ再開しようかなというふうに思います。ただし、今からナンバープレートにあの文字を書きます。それが書けなかったらやらない。やらないっていうか別の仕様にしようかなというふうに思います。言うてね、コマごとにね、文字の字体とか変わったりしてるから、そんだけかっちりかっちり書く必要はないと思うんですよね。もっと太いよね。あの頃のアニメってのは基本的に手書きじゃないですか。だから、結構ね、コマによってね、字体のあれも違うんだよね。なんかバランス悪いな。筆じゃなくてマーカーとかの方がいいのかな。
めっちゃプルプルしてるよ。バランス悪いね。なんでここだけこんな薄いんだ。どうしよっかな。まあちょっと、とりあえず、あの仕様で、これぐらいなら、一筆で、こっちは違う。こっちはこっちでなんかおかしい。R っていう文字がね、書きにくいんだよね。どうしよう。思ってた感じの仕上がりとは違うけど、でもいい加減ちょっと進めないとねっていうふうに思うので、行こうか。寝袋を作ります。エポキシ硬化パテの軽量タイプ。まあこれはね、パテはね、まあ基本的にはうちは全然使わないですけど、これはね、普通にね、粘土のようにして使うこともできるので、これをね、まず混ぜます。混ぜて、こねこねして、で、寝袋のね、元を作りたいと思います。何のこと言ってるかわからない。まあ、見ててくださいよ。こねました。これを、伸ばしますけど、綺麗に伸びてくれないね。伸ばしたいんだけど、ちょっと水つけた方がいいか。24分の1の人が眠れるぐらいのサイズ。ちょっとパテの量少なかったかな。だいぶ頑張って伸ばさなきゃダメかこれ。あ、筆の塗装が取れていくよ。マジか。じゃあダメだ。どうしよう。まあ、これは内側にするからいいや。内側にするからいいんだけど。どうしよう。まあ、これで伸ばすしかないから伸ばすけど。めっちゃ塗装取れるやん。そんなにこの塗装って弱いの？そしたらこれを、切ります。切って、あー、パテがくっついた。これさ、そばみたいにさ、あれしとかないとダメかな。初めてやることです。多めに見てね。失敗ですね。やりたかったのは寝袋を作りたかったんですけど、大失敗に終わりました。今回はガッサガサのやれやれを作ろうかなというふうに思っています。なので気持ち汚します。まあ難しいところではあるんですけど、あんまりねガシガシ汚す感じではなくて、ほどほどにというか、まあ使ってる車だったらこういう感じじゃないのぐらいの汚し方ですね。汚し方というか、まあ雰囲気でやっていこうかなという感じなんですよね。で、今回はまあちょっとね、暗色立ち上げを基本にして、まあちょっとやってみています。で、
こういう車のやれ方とかっていうのって、まあある程度自分の中でね、こういう感じののはまあそういう感じになるよねっていう感じで思ってやっていくんですけど、あくまでもこうボロボロな感じにはしない、ほどほどにちょっとやれてる感じにしようかなというふうに思います。だからあんまり汚し塗装というほど汚しはしないんだけど、例えばこういうところね、ちょっと擦れた感じにしたりだとか、あとね、赤い革だったらね、結構黒っぽい感じで汚れたりするんだけど、どうやって表現したらいいかが私にはわからない。自分はね、あのね、こういう風に汚れるよねっていうのはね、ある程度想像はつくんですよ。そういうの見てきたから。あんまりその洗車とかされてないような車だとか、あとは何？そういう、なんつったらいいかな、ボロボロになってる車とかっていうのは見てはきたけど、だけど、じゃあそれを表現する方法って言ったらいいんですか？そういうのがね、私にはね、まあこういうのはそのミリタリー系やってる人だったらね、あ、これはこういう風にしてこうやって汚せばいいよみたいな、そういうこともわかると思うんですけど、ミリタリー系ちょこっと作ったことはあるけど、そんなにね、汚しとかはしなかったんですよ。してこなかったから、何をどういう風に汚せばそれっぽい感じになるのかっていうのがね、実際分かってない。で、例えば錆びる場所とかっていうのも、例えば今回の、なんでこんなキャンバーおかしいの？足回りが剥がれとる接着。足回りの錆とかも、例えばこういう板バネの車だったらね、板バネだったら、まあ例えばこういうリーフの U 字ボルトの辺とか、そういったところがね、錆びるっていうのはわかるんですよ。だけど、じゃあどうやってその錆表現をしたらいいのっていうのはわからないので、前のね、ポルシェの935みたいな感じ、ちょっとオイル漏れしたような感じぐらいまでにしておきます。あんまりガシガシは汚さずに、ほどほどにみたいな感じですね。赤い革はどっちかっていうと黒く汚れるっていう、そんな感じのイメージですね。だからこの辺は墨入れの黒さ、黒で汚していった方がそれっぽい感じになるのかな。マスキングヘタピーで、例えばこういうのだったら、このくるくるハンドルの場合ってどこが汚れるかっていうと、この付け根の上らへん、ここはハンドルの、よいしょ、このくるくるハンドルのもの自体がするんですよ。こういうところをするから、こういうところがね、汚れるというかね、擦れた感じになるんですよね。で、あとはこのこういうところ、ここはなんで汚れるかっていうと、持つでしょ、持ってこうぐるんって回すときに、どうしてもここで力を入れがちなんですよね、人って。こっから上にかけて、こっから上にかけて人は力を入れがちなんですけど、上げるときにはね。で、そうするとどうなるかっていうと、このアウター、違う、このくるくるドアハンドルがどうしてもね、当たるんですよ、こういうところに。だから汚れがちというか、削れがちというか、っていうことは知ってんだけど、じゃあこれを、それをどう表現するかっていうのがわからない、そんな人が組み立てています。こうじゃないけど、今できる自分の汚しの感じだと、まあこんなもんかなと思います。すごく不完全燃焼感で、
ボディなんですけど、今回はちょっとフィルタリングっぽいことをしようかなというふうに思います。まあ何するかっていうと、結構ガッサガサになるような感じでね、やっておいたんですけど、あんまり綺麗にいかないかもね。あらかじめ予防線を張っておく。フィルタリングリキッドっていうのがあるんですけど、まああんまりボッタボタにする必要はないかな。ここまでやる、流す必要はないか。まあ、全体的にタミヤエナメルの墨入れをこうやって流しておいて、フィルタリングってこうじゃない？うん、そうかもしれないけど、まあ、笑って流してくださいよ。手震えてるね。うん、まあ、そういう日もありますよ。で、エナメル溶剤で拭き取っていくんですよ、これを。そうすると流しすぎたね。想像はついたけど、やりすぎたね。ティッシュペーパーでやった方がいいかな。でもティッシュペーパーだとボロボロになるんだよな。でも綿棒じゃ吸い切れない、これでは。全体的にこうやってやってあげると、若干色味が黒くなる、暗くなるでしょう。あんまりヨーロッパの車って、雨じみがついてるイメージがないんだけど、どうなんでしょうね。まあちょっと汚しま、汚しともまたちょっと違うかな。汚しに近いか。てか、ボンネット塗りすぎないんやって、お前。雨の流れる方向をイメージして。サビはしません。サビは、なんだろう、アニメのルパン三世のチンクって、錆びてるイメージがない。その作画のあの辺とかの関係だと思うんですよ、単純に。なんですけど、あんま錆びてるイメージってないんですよね。こういうところだけ綿棒で拭こうか。流れ切れてないね。で、あとウィンドウに艶消しクリアを拭くっていう、そういうのもありますけど、ああいう風になってるやつって、そうそう見ないっすよね。だからやらない。あ、間違えた。間違えて、エナメルの溶剤の方に突っ込んでた。ちょっと全体的にもう、塗っちゃおっか。やりすぎ感が出ちゃいそうだけど、全体的に暗い感じというか、要は、このエナメルの、流してあげるやつで若干こう暗い印象にしていくって言ったらいいのかな。ウィンドウパーツつける前にやりゃよかったね。しまったね。大失敗だね。あんまりウィンドウを汚したくないんだよ。どれだけボロくても乗ってる車だったら、普段ね乗ってる車だったらそんなウィンドウ汚さないでしょ。まあ、ルパン一味って考えると、ヤニ汚れはついてそうだけど、ヤニ汚れって、まあ白っぽくはなるけど、全体的に。そんなにね、真っ白にはならないですよね。ちょっとかけすぎちゃったところは流れとか関係なしでちょっと拭き取って。だから、あんまり、ウィンドウを白くはしたくない。ほとんど拭き取っちゃう感じですね。ほとんど拭き取っちゃうんだけど、雨の流れ、雨粒というか、雨で流れた、そんな感じを表現するために、全体的にこう、やってあげる程度で、そんなには汚さない。と、まあ、こんな感じでフィルタリングっぽいことをしてみました。完成まで持ってきますが、雰囲気出せるかな？
はい、タミヤの24分の1フィアットチンクエテンタ F 完成でーす。小道具作りたかったね。でもやっぱりあのしけ木だとか表現するのも難しいし、でやっぱりそのスーパーチャージャーとかのマフラーとかのリアリティとの整合性とか考えると、まあ雰囲気ということでお願いします。ちょっとホイールが大きいのかな、ホイールが大きくてタイヤがまあハイトがもうちょっとあった方がいい、もっとそれっぽくなるかなというふうに思いますけども、やっぱりそのブレーキとかの再現とかその辺のことを考えるとこれぐらいの大きさになってしまうんじゃないかなと、まあそんなことも思います。これを作ってる最中にまあ間1ヶ月ぐらい放置しちゃってたわけですけども、あの 695SS あれの再生産の案内も来ましたね。もう再生産と新商品ラッシュで私なので、あれは、まあ、ツヤありで作ろうかなっていうふうに思いますけども、まあ、たまにはこういう感じで、全然それっぽくないけどね。まあ、頑張ったとは認めてもらえませんか頑張ったって認めてもらえると嬉しいかなとか思ったりしますが、まあ、私の腕には、ルパン風に言うと、今の僕に、今の俺にはこれが精一杯。鼻は出てないけど、まあそんな感じですよ。もっといろいろやりたかったところはありますけど、腕がついてこない。はい。あとは、道具も足りない。いや、考えたんですよ。いろいろとね、汚し用のね、そういったマテリアルも出てますんで、だけど、そうしょっちゅうしょっちゅう汚しやらないので、使い切る前にダメになっちゃいそうだしということで、まあすごく中途半端にはなってしまいましたが、今回はこんな感じです。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。